ハロー YouTube。 はい、どうも YouTube をご覧の皆さん、ハッセイです。はい、ね、はい、じゃあ今日はね、以前紹介したご当地お茶漬け海苔、ご当地大人のお茶漬けですかね、長谷園の、前ね、盛岡と気仙沼に行った時に東北限定のね、お茶漬けを買ってきました。まだ見てない方はね、あの前の動画を見てください。で、今回買ってきたのがこちら、東京限定茶漬け。はい、これですね。前は3種類だったんですけど、あのウニとかね、あの牛タンとか、前は、3種類だったんですね。牛タンと、ウニと、あと何だっけな、ホタテ。あ、ホタテか、うん、3種類だったんですけど、今回ね、本マグロと、マダイですねの2種類ですね。築地市場の本マグロ入り、築地市場のマダイ入りって書いてますね。なんで今回2種類なんですけど、まあ2袋と4袋なんでね、あの内容が6パックってことは変わりません。前はね、2袋だったんでね、あの同じ6パックでね、変わりません。これもね、前回ね、あの東北の土産がね、全部滑っちゃってお茶漬けだけ当たりだったんで、もうね、お茶漬けがね、一番あの手軽なお土産としてはね、あの一番なんていうか失敗がないなと思ってちょっとね経験したんで、今回もね、あの見つけてみました。で、佐野サービスエリア、東北道のね、佐野だったかな、あそこ栃木の佐野で買ったんですよ。あのホテルがついてるとこですね、あのサービスエリアに。そこで買いました。あの50号とね、東北道がクロスするとこなんで、佐野藤岡インターのちょっと手前かなで買いましたね。なんで、そこで売ってるやつです。なんでね、あの栃木でね、東京って思うんですけど、まあ東京帰りの人がお土産を買うんで、東京よりも離れたとこにあるんですよね。東京の土産って海老名で買うじゃないですか、あの透明だったらね。まあそんな感じで、あの栃木なんですけど、東京のお土産を買ってきました。はい、で早速ね、開けたいと思います。ラケ夢の扉。はい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 。本マグロ茶漬け、本マグロ茶漬け、マダイ茶漬け。あ、そうなんだ、マダイ茶漬けが2個なんだ、書いてるけども。あ、本マグロが2つついてるの。本マグロの方がやっぱ人気があるのかな、マダイの方がやっぱ高いのかな。いや、マグロよりタイの方が高いもんね。あの寿司でもあんまり、回転寿司でもね、タイは流れてないもんね。なるほどなるほど。じゃあとりあえずね、2個両方ね、やりたいと思います。もうね、これね、やりたくてやりたくてね、仕方なくてって感じですよ。まあね、連休ですよね、今日は、4月の28ですよ。まあね、連休ね、いっぱい動画撮っていけたらいいんですけども、またね、僕のこの動画スタイルもね、いろいろなパターン撮っていこうと思って、僕ってね、やっぱほら、いろんなジャンルの動画やるじゃないですか。ね、商品レビューもやれば、まあなんかいろんなね、あの動画ね、喋ってる動画とかね、いろんな動画やるんですけど、まあそのね、スタイルもね、ちょっとこれからね、こういうのやりますよっていうのに、ちょっとなんですかね、言っていきたいな、みたいな。こういうスタイルの動画もやりますよ、みたいな。新たなね。えいああ、よいしょ。ちょっとね、お風呂上がりでね、冷えたかな。暑がりなんでね、もうね、今シーズンがね、やっぱりもう、暖かくなってくると、お風呂上がりにね、服を着るともう、べっちゃべちゃになるんですよね。豚汁まみれになるんですよ。なんで、あ、すげえ！お茶漬けじゃねえ？何これ？豚骨みたい。豚骨ラーメンの粉末みたい。ほら、すげえ。全然違うでしょ、こっちとこっち。すごいじゃん。覚醒剤とヘロインぐらい違う。知りませんよ。はい、知れませんよ。また多分ね、ここね、音声ぼかしが入りますよ、嫁得意のね。すげえね。あ、マダイの方がやっぱあれか、2袋しか入ってないと思ったけど、内容がすげえ。なんだこれ、めちゃめちゃ多いじゃん。こまペロって舐めてうまそうななんかあれ。あ、すげえ。あ、ラーメンだ、ラーメン。豚骨ラーメンの匂いがする。あ、醤油。あ、醤油と、エビせんの味がした。じゃあ早速ね、お湯入れまーす。こっちマダイ、こっちマグロ。これね、お腹に跳ねるんですよ、これ。暑い中ペチペチってね。なんで慣れないとね、危険です。料理とか作る時もね、裸だとね、跳ねるんですよね、油とかがパチッと腹にね。まあ、大して熱くないんですけど、普通ね、腕とかしか飛ばないじゃないですか、顔とか。だからお腹がパチッとなるとびっくりするんですよね。でまたね、その暑さに慣れてないとこなんで、手とか顔とかってなんか飛んだりするの慣れてるじゃないですか。お腹にパチッてきたら、ってなるんですよね。あっ、飛ばないようにこう優しくやってあげないと。おー、すげえ、でもうまそう。粉がさらって溶ける、やっぱり。あちゃ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 。やっぱね、器がちっちゃいんでね、手に飛びました。こっちに飛ばないように気をつけてたんですけど、手に行きましたよ。95度が手に飛びましたよ。95度大したことないと思うんでしょうけど、今ね、やっぱこう夜は寒いですから、95度かなり暑いですよ。
バラエティの熱湯って60度ですか。バラエティ以上にガチですよ。95度はやばいぞ。95度ね、標高が高いところだったらね、沸騰しますからね、95度。こっちはまあ普通のお茶漬けですよ。なんかこう、ペレット状の粉末状になってますよね。粉薬みたいに。こっちが確かマグロか。こっちがマダイですよね。マダイはほら、なんかもうこの粉がすごいですよ、全然。吸わせる方が好きです。いい匂い。硬いまま食べるのも好きなんですけど、まあ両方好きですけどね。まあこう吸わせてね、ふやけさせるのも好き。でもやっぱカニエミキちゃんが好きとか言ってね。皆さんカニエミキちゃん知ってますか？僕ね、もうね、カニエミキちゃんがもうツボなんですよ。もう一番ストライクな、たまらんすね。最高ですね。女子アーチェリー銅メダルのね、カニエミキちゃん、皆さんね、検索してくださいよ。もうね、ご飯が好きでーって、もうああいうねコメントがたまらないですね。日本に帰ってきて、何したいですかみたいな、もうお米が食べたいですみたいな、そのね、声もやばい、声もめちゃ可愛い、最高ですよ。僕もアーチェリー教えてくださいって感じですよね。そんな肩の力ないかもしれないですけど、よいしょ。はい、じゃあね、いいぐらいかなと思います。ちょっと猫舌なんでね、あの暑いのはどうかなと思うんですけど、でちゃんとね、あの絶対美味しいだろうと思ってね、おかず用意しちゃってます。あのうかつに移っちゃいましたんで言っちゃいますけど、あの食べながらね、おかずも食べたろうかなとか思ってね、はい、あの完全にこのね、あのガチでプライベートで申し訳ないです。ちゃんと紹介しろよみたいなね、じゃあ食べたいと思います。マグロ、まだいいか、どっちから行こうかな。マグロから行きますね。じゃあ食べます。うん、野沢菜茶漬け、あ、わさび茶漬け、うん、あ、なるほど、あ、マグロ感あるわ。なんだろう、あ、めっちゃわさび、あ、なにこれ、味ない。ガチでマグロの身のとこ行きますね。ガチでこのマグロの身のとこ行きますね。あー、なるほど、あー、わかった。確かにマグロの似たやつね。マグロの釜煮、マグロの釜煮の味がしますね。あー、なるほどなるほど。はい、この築地市場の、築地市場の本マグロ茶漬け、これはね、わさびの味がするところがすごく多くて、もうわさびわさびって感じで、で、ちょっとね、マグロの釜煮の味がするところですね。このマグロの身が入ってるところ、これマグロの釜煮の味がします。で、そうじゃないところでマグロの味、あの粉末かなの味がするところは、なんだろうな、あれ。マグロじゃなくて、ちょっと待って、あの味なんだよな。うん、間違いない。あのね、ネギトロ巻き。ネギトロ巻きに、わさびちょっとつけすぎちゃったの味だね、これ。がします。だからまあ、マグロ入ってるし、マグロの味もするし、まあまあまあ、うまいこと考えたなと。マグロ感出してるなって感じしますね。うん、火の通したマグロの味なのか、生のあの刺身のマグロの味なのか、どうなってんの、どう再現するのかなと思って、このマグロの身を見た時に、ああ似てある方ね、マグロのフレークみたいな味がするのかって思ってたけど、違います。ちゃんとなんだろうね、ここはここで釜煮の味がするし、ここはね、ネギトロ巻きの味がしますよ。じゃあこっちもう吸っちゃってるんですけど、あれマダイ、マダイね、築地市場のマダイ、浅草名物雷おこしのおこし種入りなんだそれなんだそれ、おかしい、無理やり東京感出したな雷おこしってあれ、好きやわあれ、あのポン菓子をね固めて生姜の味をパラッとつけたようなやつで、まあ、好き嫌い分かれるんですけど、まあ、あの分かりやすく言えばね、ウエハース的なやつです。あの細かいね、この天かすみたいな、なんだろう、絶妙なポン菓子みたいな感じのやつですね。うん、あ、すげえわ、鯛飯、うん、あ、何これすげえ、うん、鯛飯の味がするところ、鯛の焼いた身の味の油が染み込んでご飯の味がするところもある反面、ここはまた違う味がするな、まあ、その味がする反面パターンがそこ一つと、もう一つがね、これね、マグロの刺身、あ、なんだろうこれ、ちょっと違うかな、マグロの、なんだろうこれ、刺身は刺身なんだけど、なんだろうなこれ、あ、分かりにくい、でもあの味、卵かけご飯風っていうおにぎりがあるでしょ、コンビニの、あの味にちょっと昆布だし、あ、何これ、また違う味のとこある、難しいなこれ、よく振った方がいいんかな、ムラが出てる、何種類も味があるぞ、ちょっとくちゃくちゃ言って申し訳ないです、ちょっと難しいなこれ、なんだろう、めちゃくちゃ美味しいんだけど味の分析がむずい、悩む、全部知ってる味なんだよな、でも思い浮かばんぞ、なんだろうこれ、なんかもう混ざってきちゃったか、おつまみでマグロのフレークを乾燥させて、このクルトンみたいなキューブにしてね、こう銀紙で巻いたやつあるでしょ、あの味のマグロ臭くない版に近いとこもあるね、この身のところですよ、この鯛の身のところですよ、ちょっとなんか生臭い匂いっていうのかな、魚の独特なの乾燥させてっていう匂いかな、あ、ここあれだ、サバの塩焼きって白い身の
間こうなんだよ、ポコポコってこうなってるこの真ん中のとこね、この髪の毛でいうとここのとこ、この M のところ、この血のりってあるじゃないですか、赤色のとこ、茶色の、まあ焼いたら黒くなるところ、あのブリとかの刺身だとこう端っこのとこね、こう角がこう何ていうか、こう茶色くなってるでしょ、赤くなってるでしょ、そこの味、サバの、サバの血のりのとこの味がする。まあ全体的に魚が好きな人はめっちゃ好きだと思う。これマダイの方ね、マダイの方が2個しか入ってません。マグロの方は4袋入ってます。なんでこっちが少ないんで、やっぱこっちの方が美味しいんですよ、うん、こっちも美味しいけど、こっちはね、あのネギトロ巻きの味ですね、やっぱりシンプルに言うと、うん、あとすごくわさびの味するところがある。これはもうほんとすごい、いろんな魚の美味しいところの味がする。なんだろうね、魚の脂身を粉末にしてるのかなって感じがするね。食べてみる？嫁が食べます。ミッキー食べない食べないって顔してるよ。食べない食べないって、食べない食べないって手で押さえてんだけど、口上の口が食べてます。手どっちやったっけ？ネギトロネギトロちゃうけどな。もうネギトロかよ。もうドンピシャネギトロかよ。うまっ。でも美味しい。なるほど。お寿司行きたかった。あー、嫁ね、寿司が行きたい、寿司が行きたいって言ってたんですよ。ちょうどよかったみたいですね。さすが。なんか嫁の方がなんか押したら伝わんな。潔えな。難しいこと言わへんから。でもそれじゃ伝わらへんよな。まあ、ほんまや、タイムシュー。そやろ？うん。僕は僕でね、あの僕なりの感想言いますしね。嫁は嫁で、またその味の濃いとこ全部行った。うん、ちまちま食っとったのに。もうその上の粉末ドバーかかってるとこもう根こそぎいったな。のりうま。どうやった？鯛めし食べたいんやったら。あ、そう、あ、そうきた。お前はやっぱそのマグロの方が良かった？うーん、じゃあマグロかな。あ、そうなんや、へえ。さっぱりしてて美味しい。まあお前はいいか分からんけど、俺コンビニのネギトロ巻きとか結構食ってるからな。うん、まあ、それの味なんやな。うん、まあコンビニのネギトロ巻きかみたいな感じなんやな。あ、でも美味しい。ちょっと贅沢な茶漬けやな。うん、これ鯛めしと卵かけご飯、うーん、鯛めしにちょっと卵の黄身と醤油入れたみたいな、うん、血のりの味もわかるわ。そうやろ、うん、血のりの味するやろ。僕ね、小学校の時ね、サバの血のりがめっちゃ好きで、あそこばっかり食べてました。へー、うちの親父があそこ嫌いで、なんであんなうまいのにって思って、ね、そこに栄養が詰まってるだろうとか思ってね、食べたんですけど、まだその魚のあの腹のなんていうの、角のね、あの油の味とかがまだ理解できない年だったんで、血のりがものすごく好きでしたね。うん、両方うまい。まあなんか全体的にクオリティがすごいね。前回の東北って牛タンはまんま牛タンじゃん。でホタテはまんまホタテじゃん。ウニはちょっと違ったけど、まあウニかみたいな感じだったじゃん。今回なんか想像ができなかっただけに、で想像も安易にしてた想像は何パターンかあったけど、全部違ったもん。刺身の味でもないし、煮魚の味でもないし、まあなんかこの俺が思い描いてるマグロの味はこれ、B 君が思い描いてるマグロの味はこれ、 C 君の思い描いてるマグロの味ってこれみたいな、人それぞれマグロっていう味って何て言うんですか、こう刺身だったり煮物だったりいろんなのがある中で、全部にそれなりに何て言うかな、当てはまる感じにしてくれてる感じがしますよね。でマダイの方はもうやっぱりそのもう鯛めしにちょっと卵かけご飯、卵かけ TKG しちゃうみたいな、鯛めしで卵かけご飯しちゃうみたいな感じの、うん、でちょっと生臭いところはサバの血のりの味がするって感じでしたね。まあすごくね、この魚好きにものすごく合ってる。だから魚通じゃない人は別にこれ美味しくないのかもしれないよね。僕は結構魚好きなんで、もうめちゃくちゃ好きですけど、なんだろうね、この安い魚しか食べてない人の味とはまるで違う、多分。なんだろうね、なんとなく魚好きじゃないけど、まああったら食べるわぐらいの、魚の味わかんない人、高い魚食べたことない人にとっては、え、これマグロか、え、これタイの味なのみたいな、安いタイのなんだ塩焼きとか、マグロのね、マグロ、まあトロとかじゃないと甘みをしないようなあの店、あの赤身だとマグロの甘みがあんましないようなマグロ使ってる、まあなんだろうね、本マグロ食べたことない人、キハダとか小ハ、あのあれですよね、のカジキとかね、いろいろありますけど、まあ、冷凍物とかね食べてる人はその赤身でなかなかマグロの甘みって感じれないんです。なんで、高いマグロ食べたことない人はちょっとその刺身のマグロの味とはちょっと違うかなって思うかもしれないですよね、マグロの方は。うん、もう何これ、めちゃめちゃわさびの味がするじゃんってとこあるから、もうなんかわさびの味って終わっちゃうかもしれないです。まあでもそのコンビニのネギトロ巻きの味がするところが結構あるんで、あーまあそっかそっか、ネギトロ巻きの味かって思う人が多いんじゃないかなって思いました。なんでまあ僕的にはこれすっごく好きです。皆さん東京のお土産にこれ
買ってきてください。僕すごく好きです。東京のお土産ってね、いろいろあって迷うじゃないですか。これめちゃめちゃいいと思いました。値段も確かに600円ぐらいだったかな。670円か多分700円いかないんですよ。まあこれがみたいな、箱に入ったやつの方が立派でしょって思うけど、これでそんな値段とんのって思うけど、バカにしちゃいけない、これ本当美味しいですから。で、雷おこしの種が入ってるっていうのはちょっと謎でした。入れる必要あるみたいな感じがしましたね。まあ全然ね、まあ、前回の東北のお茶漬けもすごく当たりだったんでこれを買うに至ったんですけど、もうそんなん全然跳ねのけるぐらいめちゃめちゃうまかったです。これはね結構いきますよ。 Today's Hot Hot Point 92点、92点つけておきます。まあ、いろんなもののね点数の評価の中でこれが92点っていう、ね、ちょっとその点数ちょっと矛盾してないって思うかもしれないですけど、まあそのお茶漬けっていうねくくりで言ってみれば、ね、もう僕はこれ以上頂点のお茶漬けに出会ったことない。まああのね、あのこだわりのね本当の大手が出してるやつじゃないやつはねもっと美味しいのかもしれないですけど、まあこのね普通の永谷園が出してるお茶漬けもうこれ以上のものないですよ。これ一番美味しかった。もうこればっかり食べたい。これむしろ市販してくれてもいいんじゃないのっていうぐらい美味しかったです。皆さんも東京限定茶漬け、本マグロ茶漬け、マダイ茶漬け、これぜひ試してみてください。東北道の佐野パーキングエリアで売ってます。佐野サービスエリアかに売ってます。透明はちょっとどこにあるかわかんないですけど、ちょっと探してみてください。めちゃめちゃ美味しかったです。すげえこれ期限めちゃ持つね。お土産ってね明日までとか明後日までが多いじゃないですか。これめちゃめちゃ多いですよ。これ2月16、もう来年じゃん。2017年まで持ちますからね。こんなお土産喜ばれるんじゃないですか。これあの読めない時あるじゃないですか。こう誰と誰にと誰にお土産だよなと思って買って帰って、あでもあいつの忘れてたとかね、え、あいつにも渡さなきゃいけないかな、でも私に行く時間ないかもしれないしな、どうしようかな、8個にしようかな、9個にしようかな、まあ、7個でいいかな、どうしようかなみたいな時にこれがいいですよ。これ用事なかったら自分で食べれますし、余ってもいいですし、あのさほどそんな箱詰めのお土産あげるほどの中でもない、あのあげたらまた返してもらわなきゃいけないとか、こうね、あそういう付き合いしたくない、まあ軽々しく友達に、うん、お土産とか言って渡せる手軽なもんでいいんじゃないですか。え、お土産なんてそんなん別にそんな仲じゃないでしょって言われても、いやこれ本当俺がうまいからもう買ってきたらって食えよ、別に何でもいいから食えよもうとか言って、なんなら お前も食うとか言ってもうバラってあげて、もうじゃあ1個だけやるわとか言ってバラってね、バラまけばいいんですよ。こんなんね、1個2個こうバリバリバリってあげたらいいんですよね。会社の職場の友達とかでね、何人かあげる人数が読めない時とかいいんじゃないですか。個数は入ってないですけど、でもねなんか変なおまんじゅう、なんかパッケージがめちゃくちゃよく見えて開けてみたらなんかしょうもない、なんだこのまんじゅうはとか、なんだこのせんべいは、なんだこのチョコはみたいなあるじゃないですか。それ1個もらってもなみたいな、箱は良かったのにみたいなあるじゃないですか。でもこれだったらまあパッケージこんなもらっても何お茶漬けなんだその土産と思うかもしれないけど、食べたらもうすごいですか。食べたら、あ、こいつすげえわみたいな、お前この間のお茶漬け俺バカにしてたけどめちゃめちゃうまかったぞってなるじゃないですか。そうでしょ、知ってるでしょって言いたい方ぜひ、はい、おね、ハッセさんが言ってたもんってね、あのお墨付きですから、なかなかこんなね点数出すつもりないんですけど、めちゃめちゃうまかったんでもう90点超えしちゃいました。はい、じゃあ皆さんもねぜひ東京限定茶漬け、本マグロ茶漬け、マダイ茶漬け食べてみてください。お土産でね買ってくるといいと思います。で東北もあったんで東京もあったんですけど、他にもあるのかな、うまい棒みたいに全国各地のね、関西とか東海とか北陸とかあんのかな、あの分かんないですけど、長野とかありそうだよな、あの野沢菜とかね、あの他にもあるのかちょっと僕分かんないですけど、また見つけたらねやってたいと思います。このお茶漬け失敗ないんで本当に、まああの失敗してもね、あのムカつく値段じゃないですし、まあ今まで全然失敗がないんで、前の東北も本当に美味しかったです。なんでまた見つけたらやります。で普通にこれね、もう動画関係なしに買ってきても本当に誰かにあげたいぐらいです。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。じゃんけんタイム、最初はブンブンじゃんけんポン、おー。